坊ちゃま、無事に猫さんとお友達になれてよかったですね。当然だ、猫も慣れてみれば可愛いものだな。坊ちゃまの優しさが猫さんにも伝わったんですね。そんな坊ちゃまなら学校にもお友達がたくさんいらっしゃるんじゃないですか。それはまあそれなりにな。坊ちゃま？ああ、でも最近よく学校でなんだか妙な視線を感じることがあるな。ああ、もしかして坊ちゃまに思いを寄せる女の子のお友達では？心当たりがないな。そもそも僕はリリスのことで常に頭がいっぱいなんだ。他に構っている暇なんてない。坊ちゃま、学校から帰ってきたら真っ先にお前のことを探してしまうくらいに、いつもリリスのことばかり考えてしまうんだ。坊ちゃま、ここで次回予告クイズです。今回も突然だな。次回、最近雇ったメイドが怪しい第3話で、私が隣町まで買い出しに出かける食材は何でしょうか。リリス、毎回思うが、未来のことが僕にわかると思っているのか。